吉田さん、松本零士先生っていらっしゃいますよね。宇宙戦艦ヤマトとか銀河鉄道999書いてらっしゃる方。いや、私ね、あの漫画がね、生まれた時から好きで、私の人生とともに999やヤマトあるような感じですよね。まあ、生まれた子供にヤマトって名前つけるぐらいだから、そのぐらい好きさが伝わってくると思うんですけども、この松本零士さんの作品の中でね、松本零士さん自身が告白してるんですけど、私はね、嘘を書いたことが一回だけある、一つだけ嘘を書いてるんだって言ってるんですよ。で、それは何なのかなとずっと考えてたんですよね。で、松本零士さん先生っていうのは原稿を書きながら、例えばね、オーストラリアのエアーズロックが書きたいなと思った時にこう書くんですよ。図鑑を見ながらこうやって書くんだけど、これじゃダメだって言って、そのまんま飛行機に乗ってオーストラリアに行って、エアーズロックっていうね、一枚岩をこうぐるーっと見たらしいんですよ、心行くまで。それでなんか何週間かしてまた帰ってきて原稿の続きを書いたっていうエピソードがあるんですけど、これ何を意味するかっていうとね、エアーズロックの写真は見た、でも向こう側は見てないから向こう側書けないじゃないかっていう形で、見たものを漫画に書こうとしてるんですよ。で、そういうふうな行動に出たらしいんですけども、その前提をもとにね、お話しされたんですけども、私はね、宇宙に関する本を漫画をいっぱい書いたけど、宇宙は見てないんだなと、これだけは想像なんだよ、嘘を書いてるんだよっていうふうに言われてたんですよ。で、絶対に私は生きてるうちに宇宙に行きたいと、宇宙に行ったらもうね、そこで死んでもいい、帰ってこれなくてもいいっていうぐらいのことを言われてたんですよね。で、それをいわゆるね、ビジネス、ネットビジネスに当てはめると、私はね、やっぱりこう自分の情報発信の中で自分自身がやったことと確かめたことだけを放送しようと思ってるんですよ。だから究極までそれに近づけていて、その代わり自分がやったことは隅から隅まで放送しようとしてますね。それこそ食べたものとか行ったところとか会った人まで放送しようとしてます。まあちょっと限界がありますけどね。ただ自分がやってもないこととか出してもない成果だけは絶対に放送しないように気をつけてるんですね。それは当然ですよね。だってセルフバックやりましたとか言ってやってなかったら、説明求められた時にちぐはぐになるじゃないですか。で、まあ証拠画面っていうのもありますけど、多分ね、証拠画面のスクリーンショットよりも私と関わってみたら、話してみたら分かると思います。やった人しか見えてない領域とか、やった人しか感じれない領域とかね。だから吉谷さんとも気が合うんでしょうね、きっとね。私もね、ネットビジネスの中で一番楽なのは動画なんですよ。動画を撮るのがむっちゃ楽、あらゆるものの中で動画が一番いいですね。そして楽しいんですよ。楽しくって、私はね、どんな衣装を着ようかなっていうところまで考えちゃうし、どんなヘアスタイルにしようかなとかも考えちゃうんですよね。いや、本当にね、自分がね、タレントと映画監督になったつもりでいろいろやらせてもらってますね。だから自分の買ったものとかね、紹介してくれてしょうがないですよね。今日はね、このメルカリでポッキンルージュって漫画届きました。3冊で1400円なんですけども、はっきり言ってこれね、10万円ぐらいしてもしょうがない本だと思ってます。で、多分ほとんどの人は知らないでしょ。これはね、麻雀雑誌で今廃刊になったんですけども、その中で あるちょっとお色気ものなんですよね。で、当時結構評判になったんですけども、やっぱり単行本の発行関数が少ないのと、漫画家さんもね、知られてないんですよ。あんまり知られてないけど、麻雀漫画を読んでる人の中では有名なんですよ。これ定価500円、消費税がない頃のね、3冊でございます。で、これはね、大筋を言うと、まあ麻雀をやりながら一つのなんかコミュニティに住んでるんですよね、みんなで。で、女の子ばっかりで、で、祐天寺っていう主人公、男の子がいるんですけども、いろんな女の子と関係を持つんですよ。で、最終的に誰と一緒になったら幸せなのになれるのかなってことを、麻雀やそのコミュニケーションを通じてこう見ていくんですけどね、最終的にはすごくね、意外な人と結ばれるみたいな感じなんですけど、最後はね、すごく爽やかなんですけどね。毎回毎回エッチなシーンが多いんですけど、最後は本当爽やかだったなと思いますね。で、これも麻雀雑誌をたくさん読んでるからこそ分かるんですよ。だから麻雀雑誌をね、当時いっぱい読んでた人の中には、これにあっとか言う人もいると思うんですよ。で、ここに込められたメッセージを受け取った人も、いや分かるなそれみたいなね、そんなエピソードが結構入ってるんですよ。だから私はね、結構ね、こういう風なね、マイナーな漫画で知り合いになった人と深い関係っていうかね、すごい心通じ合う関係になっちゃったりするんですよね。いや、なかなか面白いですね。ちなみにですね、私の体験じゃないんですけども、風俗に行ってる人で、こっちの A さん B さんっていうね、男性がいるんですけども、なんか職場で同じ共通の風俗店に行っていることが分かったらしいんですよ。しかも指名してる子も同じで、すごく意気投合したみたいなね、そんなことがありましたけどね。いやー、だからね、その世界で生きてる人しか分からないことってあるんですよね、で、まとめるとね、登りきらないと景色は見えないってことですよね。
いってらっしゃい。